さくらじゃねえか。男連れとは隅に置けねえな。ハツオ、もう変なこと言わないで。あ、すみません隊長。この子が花組隊員の一人、東雲ハツオです。ハツオ、こちらは神山清十郎さん、私たちの新しい隊長さんだよ。ああ、そういえばそろそろ来るって話だったっけ。東雲ハツオだ。よろしくな隊長さん。こちらこそよろしく。礼儀正しいんだな。気に入ったよ。困ったことがあったら私にいいな。帝劇のことなら何でもこのハツホちゃんが解決してやっからよ。ありがとう、頼りにさせてもらうよ。それじゃ次へ行きましょうか。また後でね、ハツホ。おう。毎度どうもや。じゃりんじゃりん儲けたるで。ところでさくらさん、さっきから一緒におるその人は誰なんや。はい、花組の新しい隊長さんです。神山清十郎です。よろしく。ほう、あんたが噂の隊長さんか。あてはカズ組の大場小町、売店の方もよろしくや。売店？風組？風組っちゅうんは帝国歌劇団の組織の一つや。事務やら経理やら補給やら広報やら、そういうんを一手に引き受け取る。あんたら花組が甲馬と戦って、あてら風組はそれをサポートする、そういうこっちゃな。ちなみに支配人の秘書をしとる林道薫も風組の一人や。なるほど。風組あっての花組ですね。サポートの方よろしくお願いします。おう、任せとき。素直な隊長さんは大好きや。ありがとうございます。そんなわけで風組の活動の一環として、あてがここで売店をやっとるわけや。大抵はこの店におるから、何かあったら声かけてや。頼まれたらチリ紙から海軍の新鋭空中戦艦まで何でも引っ張ってくるで。空中戦艦。へっへっへ、何でも勉強しますぜ。
新商品が入ったで、見たってや。おお、お目当ては新商品か。それを買うてくれるんやな。毎度あり。またよろしく頼むで。はい。お疲れ様です、カオルさん。神山さん、何かご用ですか？いえ、用というほどのものでは。そういえば、カオルさんは風組の一員だと聞きましたが。その通りです。大帝国劇場のあらゆる活動を支えるのが風組の役目。なるほど。そして帝劇の資金面はカオルさんが管理されているということですね。そういうことです。ですが、私の一番の役目はそれとは違いますよ。私の一番の役目、それはスミレ様の秘書であるということです。スミレさんの秘書ですか。スミレさんの秘書、それはいい上司を持って幸せですね。わかります。神山さん、さすがですね。スミレ様はそう、完璧。スミレ様にお仕えし、スミレ様をお支えする、それはまさに至上の喜びなのです。神山さんも花組の新しい隊長としてスミレ様を支えてください。はい、頑張ります。
ぱりいましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて、なんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。あなたクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。そういうことなら耳元で叫んでびっくりさせてやろう。クラリスくん、おーい、クラリスくん。なん、ほら、いつもこうなんです。読み終わるまで何をやっても無駄ですよ。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。あ、ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか。落ち着いてくれ、怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長。そうなんです、この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス。そうなのか。ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。ということは君も落ちこぼれなのかい。隊長になったというならご自分で確かめればいいじゃないですか。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。現実はそんなにうまくはいかないですよ。それじゃ失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。さて、これは思った以上に難物だな。そんなこと言っちゃダメです。クラリスはいい子ですよ、可愛いし。さくらの方が可愛いよ。何言うんですか、セイニーさん。え、素直にそう思うんだけどな。冗談ばっかり言って、もう恥ずかしいよ。それじゃあ私もそろそろ行きますね。花組の隊員は3人だけなのかい。さくらに初穂にクラリス、もう一人望月あざみという子がいるんですけど、今は用事で留守にしているんです。そうなのか、わかった、ありがとう。はい、それじゃあ失礼します。どうかしら、花組のみんなとは会えました。はい、鈴木あざみくんだけはまだですが。
そうですわね。彼女は別の任務で帝劇を離れているの。だから今度の公演も今いる3人でやってもらうことになりますわ。桃太郎ですね。来週公演予定だと聞いています。ええ、今度こそうまくいってほしいものですわね。え、それはどういう。あと神山くん、公演がある日あなたにはもぎりをやってもらいます。もぎり。そう、お客様の入場の際に入場券から半券を切り取るお仕事よ。俺がもぎりですか。あら、お嫌かしら。とんでもありません。喜んでやらせていただきます。そして1週間後、ついに桃太郎公演初日となった。お客さん来ないな。いらっしゃいませ。ご来場ありがとうございます。初日なのにお客さんが少なすぎる。どういうことなんだ。ちょっと舞台を見に行ってみるか。お、やってるな。お前ごときの力で何ができる。俺は貴様を退治して都に平和を取り戻すんだ。とどめだ。負けるもんか。くらえ。天ダメだ。散々でしたね。ところで天ダメって何ですか。うなもん、天でダメってことに決まってんじゃん。なるほど、日本語って奥が深いですね。はあ、私なんかもうぐったりです。隊長、一応聞いておきたいんですけど、私たちの舞台どうでした？面白かったかな。あ、本当に？ああ、笑いをこらえるのが大変だったという意味でね。あ、なんだ。嫌味なこと言うんじゃねえよ。ったく、気分悪いな。下手なのは承知してます。でも私たちだって真剣なんですよ。やっぱどうにもならねえよ。演技といっても素人同士で勉強してるだけだし。それに衣装も舞台もボロボロ、直すお金だってありません。でもほら、神山隊長も来てくれて、これからですよ。隊長ってただ半券もぎってるだけじゃねえか。これからどうすればいいかあるのかよ。そうだな。
確かに個人での上達は難しいな。専門家を雇えばいいんじゃないか。専門家って何のだよ。演技の先生と衣装や舞台の整備、この2つが解決すればいいんだろ。おお、そいつはいい考えだぜ。で、雇う金はどうすんだ。そう、それが問題なんだよな。ダメじゃねえか。思うだけなら子供でもできますよ。しっかりしてください、隊長。打つ手なしなのか。落ち込んでばかりもいられません。私たちが何をすべきか探るために。情報収集どうするんですか。今の公演を見ていたお客さんに感想を聞きに行きましょう。きっと何か手がかりがつかめるはずです。そうだな。何も動かないよりはマシだな。情報を集めて改善点を探してみよう。はい。ごめん、さくら。悪いけどさ、私はパスさせてもらうわ。ハツホ？すみません、私も今は。もう二人ともしっかりしてよ。すまねえけどよ、ちょっと今は協力する気になれねえよ。ハツホ。今は仕方ないよ。俺とさくら二人で行こう。